こんにちは。今回はくだらないことが一番いい、何度もひたすらトリック見ようって話ということで、少し前ツイッターでこんなツイートを見かけました。ざっくりとまとめると、映画を年間何百本見ている人よりひたすら一つの作品を見てどうでもいいことを発見できる人の方が魅力的だというツイートでした。実際はとある某有名作品のことをツイートしていたのですが、これってトリックにも通ずるものがあると思いませんか？今回の動画はいつもとはちょっと変わって、様々な映画を広く浅く楽しむのもいいですが、たまには狭く深く特定の作品を楽しんでみてはどうですか？私はそんなあなたにおすすめな作品トリックを紹介します。という、ここだけ聞くとだいぶ無理やりな内容ですが、トリックという作品がどれだけ奥深い作品なのかというものをお話ししていこうと思います。毎回似たような話をするのも嫌なので、どうやってトリックという作品の奥深さを話そうか、いろいろ考えてみると、今までトリックの奥深さについて語るとき、様々な小ネタ、背景の看板からジブリネタ、特撮ネタやダジャレまで、多くのジャンルを話してきました。奥深さを少し知る分には十分でしょうが、あくまでこれらはトリック内にある小ネタ、それも全ての小ネタではなく、小ネタと呼ばれる中の一ジャンルについてまとめてきただけです。実際にはこれらの様々なジャンルの内容をトリックという作品は小ネタという詳しく知らないと理解できないような小さいネタに仕組んで演出しています。だいぶ前置きが長くなってますが、今回の動画ではトリックの奥深さを知ってもらうために、小ネタの中にある一つのジャンルを詳しく話すのではなく、トリックで扱う小ネタそのものについて様々な回から引っ張ってくるとややこしいので、トリック2、六つ墓村の回から様々なシーンなどを引用して語っていきたいと思います。ではまず先ほどから言っているネタ、小ネタとは何なのか。これは人それぞれ基準が違うと思いますが、この動画内、少なくとも自分の基準では、例を挙げると水上荘に矢部と石原が到着し、亀岡と話をした後村の警官がこっち面と言いますが、このような明らかな笑わせる演出をネタ。村の警官など、六墓村の多くの村人が、くるくるで横がふさふさしたような、矢部とは違う不自然な髪型でしたが、これはトリック内では末広がりヘアと呼ばれていて、詳しいことは割愛しますが、衣装合わせ中にひらめいた髪型です。このような確かにネタとは呼べるものの、詳しく知らなくても OK、気づきにくい小さいネタを小ネタと考えています。別に衣装合わせ中にひらめいた髪型というのは知らなくてもいいですし、ただ不自然な髪型をした村人がいるくらいでクスッとしてもらえれば十分な演出です。ちなみにこの小ネタはトリック 2DVD ボル1に入っているトリックスポーツの記事に書かれています。このような小ネタはここで話していることからわかるように数えきれないほどあり、つまり奥深さを知ってもらうには小ネタをよく知ってもらうべきでしょう。ではまずそもそも小ネタは演出上必要なのか。私はあくまで演出などに関して特別詳しいわけでもなければ、ただ数えきれないほどトリックを見たことがあるだけの人ですが、トリックの演出には世界観とバランスを大切にしているように感じます。もちろんこんな2つのワードだけでトリックは語れないですが、まず世界観とはどういうことか。わかりやすいものでトリックというより堤監督がよく使う演出である方言が挙げられるでしょう。方言を多く使うことで、田舎のイメージや、どこの地域なのかなど、世界観が作られ、同時にネタに変換したりすることもできます。例えば、先ほどの例で挙げた村の警官がこっち面というのも一つのネタでしょう。面に反応した矢部が切れ出して、石原が堂々と怒りを抑える一連のネタを作り出すなど、方言一つにも笑いに変える、言葉遊びのようなことができます。では、世界観を作っていく小ネタとは何か、その一つは看板ネタでしょう。ここは稲垣さんの凄さも同時に評価できる部分です。例えば、六墓村の回では、光苔大量生息地やヒバゴン記念館など、独特なトリック特有の看板があったと思いますが、これらのシーンは5秒あるかどうかで、すぐに何しにここに来たと次のシーンに入っていきます。ですが、たった5秒のシーンでも、六墓村の入り口に、あのような光苔大量生息地など書かれた看板があれば、一気に怪しいようなイメージがつきませんか。そしてこれが小ネタが必要な理由の一つですが、たった5秒のシーンで何枚も看板が映りましたが、すべて読めましたか。あの一瞬ですべての看板を見て、すべて理解して笑えたならすごいですが、通常は一時停止するか、シーンによってはスローモーションにしないと見れないようなものもあるでしょう。
何が言いたいかというと、何回も見ないと理解できない、つまり必然的に何回も見たくなるようになっているんです。ここを詳しく話すと、本当に尺が長くなるので割愛しますが、トリックが何回も見たくなる、見れる理由にこれがあります。二つ目のバランスとは何か。これは、まずトリックという作品のジョンルに注目してほしいのですが、これもはっきり言って基準の違いがあるでしょう。ですが自分は、あくまでトリックはコメディではなく、ミステリー作品だと思っています。正確には、トリックはトリックというジョンルなんじゃないかとも思えますが、ここではミステリーにしておきます。六墓村の回をざっくりと説明すると、毎年1月11日に人が死ぬため、田島が鈍調を読んで上田の元に調査依頼をした。そして落ち武者の呪いが、といった感じで続いていくわけですが、大雑把に見るとミステリーですよね。はっきり言って、ミステリーとコメディーは対になるジャンルだと思いますし、この2つを無理やり合わせるとコメディーが勝ってしまうと思います。ではコメディーが勝ってしまうとどうなるのかというと、ミステリー要素が薄れてしまい、演出やストーリーに影響が出たり、場合によっては面白くないってことにもなり得ると思います。ですが、トリックはそんなこと全くないですよね。これはバランスを大切にしているからだと思います。言い方を変えると、演出のバランス、ミステリーとコメディの合わせ方がうまい、完全に演出の凄さですね。この演出のバランスについては、小ネタの仕込み方をよく見るとわかります。ここでは、藤野が死ぬシーンで考えていきましょう。まず藤野の携帯から手まり歌の着信が来る。そして松の上住職たちが現れ、不気味、怖いといったイメージを演出。上田が一つの場所に集まることを提案し、次のストーリーに進むようになる。この集まったシーンで、クリスの死体と共に松の上住職たちのシーンもあって、暗い雰囲気の中ストーリーが進む。そんな雰囲気の中、直子の文化祭前みたいでいいですね。どういう暗い文化祭前だよ、と言った直子と上田のちょっとした掛け合いネタが入り、いろりで役とかカラオケの下りもありました。ここで上田がちょこちょこ突っ込んで、コメディ方面、ネタを入れ込んで、上田の大丈夫マイフレンドといった、元ネタ知らないと理解できない小ネタも仕組んだりと、この仕組み方も詳しく見たいですが、ここはまた後で。やがてしりとりが始まり、ここでも合戦トリオといった小ネタが入りますが、その直後藤野が指を差しながら怯えて、水を亀岡が飲ませ死ぬといった流れでした。このように文字で見ていくと、なんとなくミステリーとコメディの演出のバランスがわかるような気がします。例えば、藤野が指を指して怯えているシーンで、そのままの流れでこの後矢部がネタにする、ジャガやなめ猫をここでネタにすると、人が今から死ぬのに、明らかにコメディ要素のままでバランスがおかしくなりますよね。それにこのシーンでは、水を飲ませるという部分が、今後重要になるわけですから、ここでネタにするのは間違っていると考えるわけです。そう考えると奥が深いと思いませんか？最後に、ここまででだいぶ長くなったので、先ほどの小ネタの仕込み方について考えて、この動画を終わりにします。先ほど大丈夫マイフレンドという上田のセリフが出ましたが、このセリフはカラオケで何を歌うか、という話の流れでこの小ネタが入りましたね。田島から、明日絵があるさ、死んでイスタンブール、骨まで愛して、墓中お見舞い申し上げます。大丈夫マイフレンド、ここで直子のそれ歌でしたっけ、とツッコミが入り、ハッとしたいグッドと続いていくのですが、どれも元ネタ知らないとちょっとわからないネタばかりですね。まさに、どれも小ネタって感じですが、少なくとも死体とかの死に関わるワードを使って、ネタにしているというのはわかります。これだけで十分かもしれませんが、元ネタを知っている人は、もっと面白いのです。これらからわかることは、小ネタを仕込むときは、元ネタを知らない人にも笑えるネタ、わかりやすいネタを仕組んでいることが、トリックは多いように感じます。そして小ネタを仕込むときは、このようにいくつもショットガンのように仕込んでいます。これはすべて理解できなくても、どれか一つの小ネタを理解してくれればといった思いもあると思います。確かに、5つ以上小ネタを仕込めば、一つは元ネタ知ってるとなるかもしれません。そして元ネタをすべて知らない人も、この小ネタに関しては、なんとなく元ネタがありそうと気づきますし、一度見終わった時に、このシーンの元ネタ調べてみよう、となるかもしれません。そうするとまた、トリックの奥深さを少し知ることができますし、これもトリックが何回も見たくなる、見れる理由だと思います。まだまだ言いたいことがいっぱいありますが、この話題に関しては深掘りすればするほどキリがないので、この辺りで終わらせようと思います。
こまで話しといてって話ですが、とにかく少しでもトリックという作品の奥深さを知ってもらえれば、この動画としては意味があったと思いますし、とにかく難しいことは考えず、トリック見てくださいということを言いたかった動画内容でした。一番最初の話に戻りますが、トリックという作品は本当に小ネタの宝庫のような場所であり、バカバカしいようで考えられたものであったりと、奥深さの極み、それも深さのわからないレベルだと自分は断言します。少なくとも自分はトリックに関わらず一つのもの、作品を極め、他人から見るとどうでもいいことを発見したり、知識のある人の方が魅力的だと思います。さあ、トリックを見てみませんか。それではまたお会いしましょう。